久保さん。ギャンブル必勝法ね。水曜的にちょっといいんじゃないですか。これね、僕がね、回ってるやつがあるんですけど、パチスロだったかな。これ何千回か回って。パチ、あ、そう、パチスロ必勝法。スロットで2000万稼ぐってやつを昔取ったんですよ。で、これがいくら回ってんだ、今。これ4600回してますね。 スロットで2000万稼ぐっていう。パチスロ必勝法。わかりやすい SEO ですね。スロットで2000万稼ぐ。第1話。4600回回してますね。はい。な感じでございます。はい。まあ、これあのー、実はね、あのー、 僕の塾生、まあ、弟子に昔、その、この2000万のまあ弟子の話なんですけど、実はそのね、熟成にも、僕の熟成にもパチスローが、プロがい,いまして、でね、その子のちょっと話しようかなと思うんですけど、<laughs> あの、その子がね、あのー、なんだ、あのー、まあ、紹介経由だったかな。なんか大阪で会ったんですよ。直接会ったんですよ。で、会って、で、まあ、クロージングショットして、まあ、入ったんですけど、その時に、 え、で、え、あの人、吉谷さん、弟子だったんですかみたいな。要は、なんかその、パチスロで勝てるようになったのが、ある動画を見てたらしいんですよね。で、その、ある動画っていうのは僕の弟子で、<laughs> そう、僕の弟子だよ、みたいな。で、まあ、で、なんでドリアカに入ったのかっていうと、やっぱりその、なんだ、パチスロをずっとやってるときついって話ですよ。で、まあ、情報発信して、なんか、ね、あの、ビジネス、 かネットビジネスやらないときついな、みたいな。で、それで、まあそういう、なんかそういう話、つながりもあって、マジすか、じゃあ入ります、みたいな、なんかそういう流れもあったんですけど。で、まあ意気揚々とね、気合い入れて、そう、合宿にも参加したんですよ。鹿児島合宿とかにも参加して、めっちゃ当時気合い入れてやってたんですよ。で、情報発信もやってたんですよね。パチスロの発信とかも。で、だから、まあ僕がね、そのチャンネルを紹介したわけですよ。ねパチスロチャンネルです、みたいな。 で多分ね今やってないですよね。たぶんこのチャンネルは多分やってないよな、もう。動画あ、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 消してないんだ。消してないですね。消してないですね。動画を消してないんだ。動画を消してないですね。動画を消してないぞ。一番回してるやつでバジリスクの設定判別8万回回してますね。 でも動画は消してないですね。なんかね、要はオチとしては、去年、その、まあ、この子から連絡があったんですよ。で、去年コロナでバーってなったじゃないですか。で、まあ、他の方もいろいろ連絡があったんですけど、吉田さんお久しぶりですと。ドリアカのパスワードを教えてくださいと。ドリアカってパスワード定期的に変えるんですけど。で、あの、お金、あの、もう一回本気でやりますみたいな。<laughs> そう。まあ結局、 まあ最初意気揚々とやってたんだけど、結局続かなくなった、やらなくなっちゃったんですよ。で、また去年ね、なんか連絡が来た久しぶりに、あの、もう一回やりますみたいな。もう一回真剣に頑張ります、いやあの勉強し直しますみたいなね、パスワード教えてくれませんかみたいな来たんですけど。何が言いたいのかっていうと、続けろって話です。<laughs> 続けです。まあ、稼ぎ、なんかね、情報ビジネスは僕ね、本当に続けるべきだと思うんですよ。マジで。 ここはリスクないので。だから稼ぐ稼げないとかじゃなくて、その5年後10年後、まあすごい長いスパンで見ても、こうやっとくとやっとかないのじゃ、やっぱストック量が変わるので、これはねもうマストでずっと続けてた方が僕は情報ビジネスに関してはですよ。だって別に1日5分でもいいわけじゃないですか。脳編、僕みたいなスタイルもし取ったとするならば、別に1日脳編集で5分10分喋ればいいだけですよ。 でこれぐらい続けようぜっていう話で。そう。だからこれ、まあ続けなくてもいいんですけど、僕は続けた方がいいんじゃないかなと思います。うん、ノーリスクで。しかも、ストックしていくので。うん。だから今見たんですけど、そのパチスロのね、このチャンネル、8万回回してますよ。3年前の動画。だから、当時ね、8万回も回ってなかったですからね。もちろんですね、当時8万回も動画回ってなかったですよ。多分ね、 1>, 1万回ぐらいです。僕が見てたのは。だ2年前ぐらい。これ3年前の動画なんですけど、2年前ぐらいに、その、やってた時にちょっとあ、あバズった動画が出てきたみたいな感じで、8万だいぶ回ってますもん、ね、これ。もうちょっと10万回いくんじゃないかみたいな話で。だ要は何が言いたいのかっていうと、私資産になってるところですよね。資産に。要は、ずっと放置してても、回り続けてたっていう話ですよね。今僕見ま,た見ましたけど。結構回ってんな、みたいな。<laughs> うーん。 だからこれやっといて損ないっすよね。だから僕もいっぱいあり、久保さんも経験、まあやってない、やってないとわかんないと思いますけど、以前の動画がね、いきなり回り出すとかね、ずっとロングで回ってるとかありますよね、久保さん。これやってなかったら、うん、でもそれ、でもそれ止め、なんだろうな。過去の動画が回ってたとしても、YouTube にね、もうログインすらしなくなったら、その事実すらわかんないですよ。え 俺の動画昔の10万回回ってるぜっていうことすらも YouTube にログインしない動画を見てなかったらそれすらわからないみたいなね <laughs>。うーん。そうそう、最近ですね、久保さん。昨日か一昨日ですね、また僕、会社から連絡が、DM が連絡、DM ですよ。で、どうな DM かっていうと、あの、ブランドからの、ブランドのあれで、 ま、あ結論、その、インスタに DM 来たんですけど、時計を紹介してくださいと、プレゼントするから、あの、ちょっと紹介してくれませんかみたいな。で、僕、あの、一つのブランドでね、三つもらってんですよ。他のブランドでね。今回、違うブランドから来まして、日本に上陸した、ブランドです、みたいな、最近ね。そう。びっくりしましたね。これ、同じ会社じゃねえよな、と思って。違う会社でね、 そうびっくりしました。これも僕続けてなかったら、こんなないっすよね。だって時計しないのにね、なんて僕のとこ来るのかなって思うんですけど、まあ今、直近ではね、まあこれ見たのかな直近でその新しくその案件でもらった時計をちょっと紹介し,し,したんですけど、まあ、それかな。まあとりあえず続けてなかったらね、まあこれでまあ今多分送られてくると思うんですけど、合計4つっすよ、時計。<laughs> そんないらんやろみたいな時計。<laughs> まあ、ありがたいですね、でもね。<laughs> まあ、今回のブツも2万円ぐらいの時計なんですけど、うん、ありがたいですね、はいまあ。続けろということでございます。いってらっしゃい。